PA は、チェコに本社を置くジェトブレーンズ社が開発した Java など数多くのプログラミング言語に対応した統合開発環境である。リファクタリング機能を Java 用の統合開発環境としては初めて搭載したことでも知られる。変数に型のないプログラミング言語に対してもリファクタリングを提供している。ゼロターンアラウンドの調査によると2016年時点では Java の統合開発環境としては一番人気である。バージョン9からはオープンソースのコミュニティエディションを提供している。有償のアルティメットエディションに対してのこのコミュニティエディションの違いは以下の通りである。コミュニティエディションは比較的緩いライセンス形態であるアパッチライセンスを採用している。これによりベンダーは独自機能を搭載して販売してもソースコードを 公開する必要がない。書き一覧はデフォルトでサポートしているものであり、プラグインの形で、書き以外のものも多数提供されている。マイクロソフトビジュアルスタジオの言語はリシャーペルで、オブジェクティブ C はアップコードでサポートしている。また、Ruby は RubyMin として、PHP はフップ p s t o r m として、JavaScript は WebStorm として、Python は PyCharm として、 C、C は、クリアンとして、C などの。ネット言語は、ライダーとして、分離された固有名称を持つ IDE も、提供されている。初期サポートの言語の一部を除いて、残りはすべてリファクタリングやデバッガをサポートしている。ただし、リファクタリングの機能は Java が、最も充実している。JSP、JSF、AGB、AJAX、Google Web Toolkit。 ストラッツ、ストラッツに JBOSS シーム、スプリング、ハイバーネート、JPA、ウェブサービス、Ruby on Rails、グレールズ、Java ME ミットップ、CLDC、アスギー、アンドロイド、タペストリー、グーグルアップエンジン、フリーマーカー、ベロシティ、ジャンゴ、プレイギット、CVS、アパッチサブバージョン、アパッチアント、アパッチメイブン、ジュニット、テストング、また、 以下のソフトウェア向けのフリーのプラグインを提供する。アトラションインテリジェコネクターインテグレーティングジラ、バンブー、クルーシブルとフィッシュアイ。インテリジェ IDEA5.1 から、文字列国際化サポート機能が強化されて、日本語ロケール化にも対応したので、メニューなどの日本語化ローカライズが実現している。しかし、その後、IDE 自体の日本語化は、売上が伸びなかったため、 公式では廃止された。その後、公式から日本語化プラグインが提供され、プレアデスを含むサードパーティーによる日本語化方法は改めて非推奨となった。ありがとうございます。